ゼルスに住みながらですね、いろいろ音楽活動をさせていただいてるんですけども、まあ、詳細は、ウェブサイトの方で調べていただいてということで、とりあえず今日のトピック、は、ソロを、撮ってる時どういうことを考えてますかっていう質問が結構多かったので、ちょっとそれにお答えしようかなと思って作っています。今回は4小節 Dm4小節、Em4小節っていう8小節でとりあえずちょっと説明します。トラック流しますね。まず、Dm、E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 m
8小節のコード進行で、ちょっと僕がどういうふうにソロをアプローチするかというのをちょっと注目して聴いててくださいね。いきます。かなり適当に弾いちゃいましたけど要は何が言いたかったかというと、次のキーに行く前にもう次のキーを弾き始めている、そこが実はミソになってて、キーが変わる瞬間にあ、次のキーなんだっけなって焦るぐらいだったらもう先行して自分が Eb マイナーをこう弾き始める。で、戻る時も一緒で、Eb マイナーをずっと弾いてるんだけど、 D マイナーがもうあもう来るなっていうぐらいからもう D マイナーを弾き始めたソロを取るっていうのを意識するしてますね、僕は。もう一回やりますね。例えば別にワンフレーズでいいとして、みたいな先行して入ってますよね。分かっていただいてますなんつって、まあ、ということで、ソロを取るときになるべく、なんだろうな、待って次のコードに変わってから弾いてっていうパターンちょっと今弾いてみますけど、まあ悪くはないけど、悪くはないんだけど、でもこう喋って言葉しゃべっているのがこう途切れ途切れになってない感じの方が俺は好きかな、って思うんですけど、皆さんはいかがでしょうかね。まあ一応こんな感じで、参考になってるかどうか分かんないですけど、キーが変わる前はキーが変わる前から先行して次のキーをもう弾き始めちゃうというアプローチを、皆さん試してみてくださいということで、ゆきりん林こと林でございました。皆さんまたまた。
うん、